はい、今日2本目の動画になります。この動画はね、またちょっとまあ気分をお願いする人もいるかもしれないので、自己責任で見てもらえればと思います。でまたね、内容も別に取り立ててこう面白いものでもないし、ためになるものでもありませんので、まあこのチャンネルを長く見てくださってる方はわかると思うんですけども、別に流してくれればいいです。ちょっと前にワイモバイルに行った話を動画で上げたんですけど、再生回数40回に対してアンチコメントが2件届いたんですよ。で、まあ私の説明が不足してた部分もあったかもしれないんですけど、まあやっぱお正月から出勤してるんだからなんか文句言うなみたいなこと言われたんですけど、その人たちってお正月手当もらったり別の日に休んでるわけなんで、別にそこはいいかなっていう感じしますよね。であとそれが仕事じゃないんだからボロクソ言われてかわいそうって言われたんですけど、もう私動画で言った通り、その YouTube の広告でお正月の抽選会があるから来てねっていうお店のチラシを見て、そのお店のビジネス戦略、集客に乗って来店したんですよね。で、その来店したお客様に私みたいな感情を抱かせてる時点で、接客業としてどうなのっていうふうに普通に思いますよね。だから、その、私に対して、こう、アンチコメントを向けるっていうのは、もう Y モバイルショップの店員さん当事者なのかなって思っちゃいますよね。まあ、それはちょっと冗談なんですけど、まあ、私も人間ですし、そういうコメントが来たら、やっぱ傷つかないわけじゃないんですけど、ただあまりにもね、ちょっと接客の態度悪かったんで、まあさすがにね、お正月から気分悪かったよっていう話をしたんですね。まあその人たちのコメントは残しておいて、私がそのコメントに対してまあどういう返信をしたかっていうのは残ってますんで、まあ私の動画をこれから誰かが見つけて見た時にちゃんと私の反論を見ればね、私が言ってることを別に間違ってないっていうのはわかると思うんで、わざとね削除せずに残しておいてあげてます。ありがたく思えよ。